はい、ということでね、久しぶりですね。まいちゃん出てね。はい、まいちゃんと、まあ、一緒に3人でこうやって出るのね、初っ端からね、手振ってバイバイってやってますけどね。どうしたの、まいちゃん。まいちゃんね、自分でさ、あの歯磨きこうやってするんですけど、はい、仕上げはお母さんということでママがね、うん、一応やってるんですけど、ママがね歯磨きこうね、うん、最終的にやるとすごい泣き叫んじゃうんだよね。嫌だ嫌だって言って。そうですね。でも喜ぶ時あるよ。うん、おお。危ないよ、まちゃん。うん、あらららららら。なんでこんなねテーブルにこれがあるのかっていうと。あ、さっきまいちゃん取りたかったからママちょっと取ってあげた。ああ、それで遊んでたっていうね。そう。うん。まいちゃんもね。ね、何も取る。なんかちょっと気に入るものあったりすぐ撮りたくなるね。撮ったり、これ可愛いから、まいちゃん気になって撮りたい。あ、そう。もう何でも気になるよね。そうですよね。それ今私が黒い マスクつけてるんですけど、うん、これをもう撮ろう撮ろうやって、うん、はい、見てみたからでしょ。そう、何でも気になる。少々ババこの白いやつマスクかけてもうトロトロなって、うん、でも今もう慣れたから取らなかったでしょ。うん、そう、だから私ほら、あの寝る前に、うん、まあ、喉やられないようにあのマスクね、こういう布製の、はい、洗ってまた何度でも使えるマスクをして寝るようにしてんだけども、はい、やっぱ寝る時ね、娘も一緒に寝るから、うん、その時私がこんなつけてるとなんかうわーってあれですよ、あの昔プロレスでなんか隠してるなーって。それあと昔ねプロレスで、マスクつけてる、はい、ほらプロレスラー知ってる、帽子ああ頭から、そうそうそう、そういうのもプロレスの時だとこうマスク剥がしじゃないけども、うん、だから娘もなんか私のマスク剥がしじゃないけどもそれやって剥がすじゃない、取って、そしたらもうケタケタ笑ってね喜んでるっていうね、うん、状態でね、おまいちゃん、まいちゃん、どうぞね、自分で歯磨いて。で、あれですか、ベトナムはね、ママのお母さんとか、うん、あとめいのね、はい、タムちゃんとか元気なんですか。はい、元気ですよ。あ、今も学校休み。そうですね。あ、ずーっと休みで。そうですね、どうしようかな。うん、タムちゃん今小学生なのに、ああ、あの字、うん、あの字書き方、あのちょっと学校行かないから、うん、あのお母さんは家であの、うん、教えるしかない。ああ、そう、教えないと忘れちゃうでしょ、うん、今、うん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 、だからあれだね、あのオンライン授業じゃないけどもインターネット使って勉強の授業とかするっていうのはベトナムではそういうのってやってるんですか。多分やってるところあると思うんですよ。ああ、やってるところもあれば、そのやってないで、まあ、普通にただ休みだけっていう。まあ、あのタムちゃんの勉強方はっきり聞いてなかったけど、うん、どうすればわかんないね。ああ、今度聞いてみようかな。あ、そう、ああ、だってずっと休みとやばいですよね。そうだね、だから、うん、休み、確かにベトナムの場合夏休みってすごい長いでしょ、うん、3ヶ月です、ね、3ヶ月だけども、今こうやって休みになって、で、場合によってはまあね、もうちょっと落ち着いたら、もしね、仮に夏休みの時に落ち着いたら、その多分夏休みがなくなって普通に授業になっちゃうっていうね。あ、でもね、あ、まいちゃん、まいちゃん、まいちゃん、ダメ、じーじーじー、あのね、あの、あら、痛い、まいちゃん、あのね、あの、まい、あの、夏休みっていうけど、でも、雲、うん、日本の雲みたい、うん、いろいろ勉強しないといけないから、うん、結局、うん、学校だけ休み、でも、うん、先生の、うん、あの、家、うん、勉強しないといけない、うん、どこどこ、まいちゃん、おいで、あら、どう、まいちゃん、ママの足痛い。痛いね、すごい、ね。ママの足踏んで。うん、いやー、まいちゃん、結構重くなったね。そう、あのね、抱っこすると、すごいこうやって、よじ登ってさ、うん、やるのよ。うん、ね、まいちゃんね。
自由だもんね、まーちゃんね。まーちゃん忙しいよ。で、タムちゃんのクモンの話に戻りますと、はい、はい、で、あの普通、うん、普通なんだね、うん、あの夏休み3ヶ月ですけど、うん、でもその間、あのクモン行かないといけない。ああ、それ、うん、あの休みな、今コロナで大変ですけど、うん、はい、だから雲も行けないね。行けないんじゃないですか。そうですよね、うん、どうなったかな。あ、いやだからね、ほらタムちゃんが今コロナで大変じゃないですか。うん、大変ですよ。で大変だけども、そのママのね、お母さんがタムちゃんが耳かきしてる、はい、ビデオ送ってきてくれたんですよ。はい、ただほら、あ、今コロナで危ないから、うん、そういうとこ行かない方がいいんじゃないかってね、うん、そう言ってたんですけど、言ったんですけど、タムちゃんの方が耳が痒いからどうしても行きたいっていう、うん、行きたいって。で、まあでもね、それでもやっぱり今そういう結構大変な時期なんで、うん、なるべくね、外出っていうのは、うん、私たちにも言えることですけど、本当外出しないで、うん、家にいてね。今日ですと、もうすごい掃除してましたよね、ママずっと。うん、掃除したね、大掃除したね。うん、もう布団から毛布からとりあえず出して干して、うん、ね、うん、それで床とかも拭いて、うん、だって菌殺さないとね、うん、なんかあったら怖いですよね。うん、ただほらやっぱり、あの基本私たち心がけてるのは、私にしてもママにしても、まあ外どうしても出ないといけないってあるじゃないですか、うん、はい、まあ、例えば仕事なり買い物なりいろんなのあると思うんですけど、うん、それで家から帰って、まあいいじゃない、外から帰ってきたと。で家に到着したら、うん、私たち何やるかっていうと、まあ手洗い、うん、うがいやって、で着てる服はもう全部、洗濯するために脱いで、もうすぐシャワー浴びるっていう、うん、シャワー浴びて髪の毛洗って体洗ってっていう感じで、まあそのね、着たままでとりあえずこう来てね、うんうん、横なるとかするのはやめるっていうか、うん、やらないようにしてますよね、うん、でも、うん、あの前からやらないしてやらなかったとか、うん、まあ、前からやってないんですけど、前からやってなかったよね。前からやってないんですけど、でもより一層やっぱり気をつけましょうってことでやってますよね。うん、何、まーちゃんね、まーちゃん、じゃあまーちゃんね、うん、まーちゃん本当にいい暮らしいですよね。まーちゃんはね、すごい、まあそのなかなかね、本当は外でね遊びたいんでしょうけど、うん、遊びたいんでしょうけどね、遊べないから、それがいい暮らしなのか悪い暮らしなのか判断できないんですけど、ただ一つだけやっぱり言えるのは、今のところね、うん、風邪とか、まあそのならない、うん、まあたまにちょっと鼻水ちょっと出るなっていう時はすぐ、うん、あるある、すぐね、やっぱりちょっと心配なんで、うん、すぐその子供用の風邪薬、そうですよね、飲ますようには心がけて、あとまあね、手洗いとかそういうのっていうのはやっぱ親が拭いてあげるとかね、うん、するしかないですからね、うん、だってやっぱりあのマスクつけても嫌がって取っちゃうでしょ。そうですね。だからそう考えるとね、うん、だからまいちゃん黒字引き我慢してね、うん、頑張ってね、まいちゃんね、終わったらいっぱい遊びに行く。そうだね、だからそのね、ちょうどね、外でね、うん、砂遊びとかいろんなことをやりたい時期だと思うんですけど、ただ その外でね、まあ、遊ぶことによって何かあった時に、うん、多分親として後悔しちゃうんで、そう、だから娘は外で遊びたいかもしれないけども、うん、ちょっと申し訳ないけども、なんかね、うん、家で いるっていうしかないっていうね、うん、うん、
まあこの多分今の状態みんなそうです、うん、みんな子供たちあんまり外で出ないようにやってるんじゃないですか、うん、子供たちもいるでしょうね、うん、そう、うん、だから親が、あまり外出さないようにやってるんじゃないですか、うんうん、まあ結局まあ外出ないといけない場合もあるね、うんうん、できれば外出さない、うんうん、そうだね、まーちゃんそうだってよ、だからね、まーちゃんも頑張ってね、うん、ママもう外出かけたいけどもママ出れない、うん、みんなやっぱりだからあれみたいよ、うん、そのほら急にその夫婦が一緒に家にいる時間が多くなっちゃって、うんうん、でもう嫌だと、あそうなの、もう嫌だ、もう離婚しましょう、あそうなの、だからコロナ離婚っていうか、あそうあるらしいんですよ、あ、そうなの、うん、コロナ離婚だからママからしたらほら旦那さんが外でいつも仕事でね、うん、いないとかそういうのがあって、うん、あ急に家にいるようになったから嫌だと、コロナ離婚っていう、あそう、うん、ただね私たちの場合ベトナムでね、うん、ちょっと一緒にいたねベトナムでずっといたんですよね、うん、で私ほら一人で外ベトナム来てもベトナム語を喋れるわけでもないし、うん、逆に私が一人でね出歩くっていうのはママと喧嘩してね私家出みたいな感じでこうシャ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 って出て近くの公園一人でこうたたずんでたでママほらパパがどこ行くか大体わかんだよね、それでバイクで公園まで来て、あんた何やってんのって言ってでバイク乗るよって言ってで結局それで帰るって言うね覚えてるの覚えてるよ、で結構だから私ね飛び出してったんだよね、飛び出してで一人でデパート行くけどもやっぱりね不安だからそのデパートの椅子にこうやって座ってた、そしたらママ大体私が行くところ分かってて何ここ座ってるのあったよね、なんでここ座ってるの、えなんでここ座ってるのそうあったよね、うん、だからまあそう考えると私たちどっちかっていうとまあね一緒にいる、家で一緒にいるっていうのが、まあ、多い方だとは思うので、うん、まあそういてもね、うん、変わらないっていうか、うん、変わらないね、変わらないかもしれないですね、うんうん、っていうのがありますけども、はい、でママのお母さんっていうのは元気でやってます、うんうん、元気です、一番心配なのはママのお母さん糖尿病だから、うん、やっぱりコロナになってしまうと、うん、ほらやっぱりね相当ダメージ高いと思いますので、そうですね、うん、で姪のタムちゃんにしてもちょっと喘息持ちのような感じで肺が弱いでしょ、うんうん、だからやっぱりコロナになってしまうと、うんうん、いくらね怖いですよね、子供とはいえやっぱりちょっと重症化しちゃうかもしれないんで、うんうん、でママのおばあさんにしても糖尿病でしょ、そうですね、だからそう考えるとおばあさんも年だから、うん、だからやっぱり、うん、なるべく出かけないように、うん、だからタムちゃんがその耳ね痒いからちょっとお店でやってもらいたいって言ってもやっぱりね、うん、コロナが終わるまでは、うん、やっぱり、まあ、どうしても耳痒いんだったらママのお母さんがやってあげるとか、もうやってもタムちゃんはこう痛い痛いって言うから、でお母さんも痛い言うからこうあいやいや、ああそうなんだ、まあ一番いいのはタムちゃん自分でこうやってみるっていうのもね、まあ自分のさじ加減でできると、まあ子供まだまだ子供だからできないかな、ねえ危ないなかったらやばいです、やばいね、今この
の時期病院あんまり行かない方がいいと思いますよ。病院だから本当にね。あ、この間お母さん、あ、ママのお母さん、うん、病院、あの糖尿病があるから病院1ヶ月行かないといけないじゃないですか、うん、で、あの前は病院すごく混んでて、うん、で、この間おとといか、うん、おととい、あの薬もらっていくときは、うん、病院すごい空いてて、うん、で、なんかあんまり開けない、うん、みんな閉まってめっちゃ早かったんだって。あ、そう、うん、で、検知入って、待たなかった、うん、前はあの番号を持って、うん、あのすごい待ってた、うん、混んでたから、うん、でも今回は、うん、あの入ってすぐ検査して、はい、薬もすぐもらってすぐ帰って、うん、うん、めっちゃ早かったんだって。あ、空いてたんだね、うん、でだって私がさ、ほらでも、ま、あんまりドア開けないから、なんかお広いから分かりづらいって、うん、あ、そう、うん、そこだけ、うんうん、でほら私たちもさ、病院でその国際結婚の手続きするとき、うん、病院で検査を受けないといけないんだよね、うん、2人とも問題ないか、健康面で問題がないか、あと、ね、頭の病気もないかとかね、いろいろ調べ行くんですけど、それでこう並ん、病院って普通並ぶじゃないですか、順番待ち、うんうん、でベトナムの場合普通に並んでてもヒュッて横入りするのね。あ、その私たちの場合はあの検査、検査の時はね、検査の時は検査の人はちょっと特別すぐ入れるって、うん、いやでも実際ほら料金がなんか払う段階でこう並んでたらシューって入ら、あ、やられたじゃん。あ、怒らした。あ、そうですよね、横入れされたでしょ。でもってびっくりして、やっちゃうんだ。あ、そういう人いるね。うん、あったりで、うん、またその横入りでね、ある時スーパーでもね、うん、横入りみたいのがこうやられた時はなんかたまたま店員さんがいい人だったのかどうか知らないけど、うん、先に並んでる人の方が先だよみたいな言ってくれて、うん、私たち横入りされたけどその人は生産されないで、うん、私たちあくまでもっていう感じのはあったりも、うん、うん、っていうなんかね、うん、まあ、話飛び飛びでしたけども、まあ、こんな感じでね、うん、はい、ということでバイバーイ、まいちゃんバイバーイ、まいちゃんおびこさん。